こんにちは。先日 MMD 研究所が2021年12月通信サービスの利用動向調査の結果を発表しました。この調査では18歳から69歳の男女4万人に対して通信サービスの利用に関して質問をしてその結果について報告しています。本日の動画では MMD 研究所の調査結果についての私の感想をお伝えしたいと思います。まず最初に MMD 研究所の2021年12月 通信サービスの利用動向調査を見ていきますこちらの動画をご覧くださいこちらが MMD 研究所の調査内容になります調査データメイン利用通信サービスの利用シェアは MNO4 キャリアで90.7%うちオンライン専用プランは6.8%サブブランドは12.8% MMD 研究所は18歳から69歳の男女4万人を対象に2021年11月15日から17日の期間で2021年12月通信サービスの利用動向調査を実施いたしましたとなっています。調査サマリーなんですけどもメイン利用 MLO4 キャリアの合計は90.7%うちオンライン専用プランは6.8%サブブランドは12.8% MVNO のシェアは9.3%でえ昨年から3ポイント低下。アハモは75%、ポ o は83.7%、ライムは63.2%が同一キャリアから移行。今後のプラン変更、乗り換え検討者のうち、ドコモはアハモ、AU は有機モバイル、ソフトバンクはワイモバイルの移行予定が上位。3番手は3キャリアともに、楽天アナリミット6。 メイン利用 m n、NO、の4キャリア合計は90.7%、うちオンライン専用プランは6.8%、サブブランドは12.8%。18歳から69歳の男女4万人のうち、通信契約をしているスマートフォンを現在メイン利用している3万6006人を対象にメインで利用しているスマートフォンの通信サービスを聞いたところ、4キャリアはドコモ30.9%、au19.9%、ソフトバンク12.5%、楽天アリミット67.8%となり、オンライン専用のプラン、 アホも4.3%、ポボ1.8%、ラインも0.7%を合わせると、4キャリアのシェアは77.8%となり、そこにキャリアのサブブランド、Y モバイル8.3%、UQ モバイル4.5%を合わせると90.7%、MVNO は9.3%となった。え、MVNO というのはこれはいわゆる格安シムですね。続いて通信契約をしているスマートフォンを サブ利用している3521人にサブ利用の通信サービスを聞いたところ4キャリアはドコモ 23.4%au14.1% ソフトバンク9.9%楽天アルミート619%となりオンライン制御プランのント、a も6点三パー2 3ト、ラインも1.7%を合わせると4キャリアのサブ利用のシェアは76.5%となりそこに キャリアサブブランドのワイモバイル 5.4%UQ モバイル2.8%を合わせると 84.7%MVN、NO、は15.3%となったえー、っとですね図にするとこのような形になってますねメイン利用の通信サービスですねこちらはそしてこちらがサブ利用の通信サービスですメイン利用の通信サービスはやはりドゴモが強いですねそして次に au そしてソフトバンクと続きますまた あそのサブブランドのものですね。ある程度のシェアを取っています。えー、楽天アニメイト6はあこちらですから7.8%ですね。まあ10%には満たないです。そして MVNO もやはり9.3%となってますので10%に達しないですね。そしてサブリオの通信のサブスマホですね。サブスマホとしての利用ですけど、どこもやはり強いですね。23.4%。 そしてその後に、au と、そして、ソフトバンクがこのように続いています。サブスモーの場合ですね、楽天が強いですね。19%に達しています。やはり 1GB 未満だと無料っていうのが大きいと思いますね。そして、格安 SIM が15.3%となっています。メイン利用よりもサブ利用で格安 SIM の利用が多いってことですね。 そしてこれちら、チラはメリオの通信サービス。2021年8月と11月の比較。これは比較ですね。8月と11月の比較になっています。ドコモは基本的に変わってないですね。これ、AI も変わってないです。そしてソフトバンクも変わってないですね。楽天モバイルは若干増やしてますね。MVNO のシェアは9.3%。昨年から3ポイント低下となっています。 2014年10月からの MVNO の利用率の推移を見ると2021年11月は2020年11月と比べ3ポイント低下して9.3%となったとなっていますえこちらがあ2019年9月ですけど13.2%だったんですけども2021年11月は9.3%と落ちていますえずっとですね2014年から上がってきたんですけどもお2019年の9月がピークであとは落ちていますね この傾向は結構続きそうかなって感じがしますアホモは75%ポボは83.7%ライムは63.2%が同一キャリアから移行オンライン専用プランとサブブランド楽天アニミット6を現在メインで利用している9857人に現在利用している通信会社を契約する前に利用していた通信会社を聞いたところオンライン専用プランでアホモはあドコモが75%ポボはユーが83.7% ライモはソフトバンクが63.2%それぞれ最多となりサブブランドは Y モバイルはソフトバンクが 50.1%UQ モバイルは AU が53.7%で最多楽天アルミートシット6は MVNO が51%で最多となったとなっています基本的にはあ安いプランに移行してるって感じですね会社を移行してるっていうよりも安いプランに移行してるっていう感じになっていますね そして、楽天のアンリミット6の場合は、格安姫から移行というのは多いみたいですね。今後のプラン変更の理解検討者のうち、ドコモはアハモ、au はューモバイル、ソフトバンクはワイモバイルの移行予定が上位。3番手は 3K 量ともに楽天アンリミット6となっています。プラン変更を検討している人が3割ぐらいいるってことですね。まあ、ある程度多いかなって感じがします。 そして、どこも au ソフトバンク利用者の最も検討しているプラン変更または乗り換え先がこちらになっています。やはりこれを見てもわかるようにですね、安いプランへ移行を検討している人が多いですね。それで、えー、他社に移行するというよりも同じ会社ですね、同じ会社あで移行したいという人が多いみたいです。以上です。いかがでしたでしょうか 今回の調査結果からは大手通信キャリアドコモ au ソフトバンク楽天モバイルの4社またはその関連会社のシェアが拡大していて河川化がさらに進んでいるようです。そして大手通信キャリアから回線を借りて経営をしているかけ休み会社はシェアが落ちてきて経営が厳しくなっています。この一番の原因ですけれども楽天モバイルの参入と大手キャリアドコモ au ソフトバンクが 通信料金の安いプランいわゆるオンラインプライを導入したためですこのため通信料金の安さが売りであったかけやすいのメリットが小さくなってしまいましたモバイル通信業界の利用者にとって通信料金が安いことは一番のメリットですよねですので通信料金が安くなっている大手通信キャリアのプランの魅力を感じる人が多くなったためにかけやすいの利用者が減ってしまったんですね今後ですけれども 大手通信キャリアが通信料金を再び上げたり格安のオンラインプランをなくすことはないと思いますですので格安 SIM としては自社だけの力で経営を続けることは難しくなってきていると思いますので大手キャリアの子会社になるとか吸収合併してブランドだけを残すなどとして生き残りをかけるしか道は残されてないように思いますもしかしたら水面下ではそのような動きがもう起きているかもしれませんまた大手キャリアの参加に入れない格安 SIM 会社は いずれ淘汰されなくなっていくんじゃないでしょうかね。本来、かけやすみが出てきた理由なんですけれども、総務省は通信料金が高止まりしている大手キャリアに、通信料金の値下げを促したいという思うがあったと思います。ただ、当初、かけやす事務が出てきても、大手キャリアの通信料金はずっと下がりませんでした。しかし、楽天モバイルが大手キャリアに対抗したプランを出して、さらに菅前総理が、 携帯業界に強い働きかけを行ったことを契機に大手キャリアは低料金化したオンラインプランを出してきました。まさかここまで安いプランを大手キャリアが出してくるとは多くの人は予想していなかったのではないでしょうか。私は現在格安専門を使っているんですけども通信料金だけで経営を続けるのは難しいかもしれないなと思います。他の付加価値をつけて魅力的なプランを作る必要があると思います。au のポブがトッピングというスタイルの新しいプランを 導入していますがモバイル通信プラスアルファという形にすることで新しい魅力が生まれています。個人的にはこんなプランがあるといいなって思います。例えばモバイル通信プラス動画通信サービスネットフリックスやプライムビデオがカウントフリーモバイル通信プラススマホ決済定型スーパーを利用すると特典などがつくモバイル通信プラスクレジットカード定型クレジットカード会社経由で利用するとポイントがつくモバイル通信プラス映画演劇特定の映画や 演劇を見ると得点などがつくまあ工夫次第でいろんなパターンが考えられると思いますけどね個人的には格安 SIM はなくなって欲しくないのでぜひ頑張ってほしいと思っています今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました